皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。ん？はい、ここ。ん？はい、スタート。今回のコースは、ワリオスタジアムのミラーですね。なんだか今回、すごい部屋にぶち込まれてしまいました。この部屋の何がすごいって、9位とかの順位を取っても、レートが少し上がるということですね。一応稼ぎどころさんの状態なのですが、なかなか厳しいという感じです。さて、チャンネル登録者1万人で何をするかのやつですが、とりあえずは、マリカーでフレンド戦をするか、マリオメーカーで、視聴者が作ったコースを遊ぶかの、どちらかになるんじゃないかと思いますね。この辺が、私も無理なくやれて、いい感じなんじゃないかと思いますね。問題は、マリカーとかをやっている視聴者が、どの程度いるのかということですね。それがわからないと、3人でマリオカートをやるみたいな、悲惨なことになりかねないんですよね。前もって、このゲームなら自分はできますみたいなのがあれば、教えてもらえればと思いますね。あとは、昨日ドーグルを上げて、本当に申し訳ないと思ったのは、外人コメント兄貴ですね。彼に対してだけは、本当に申し訳ないと思っていますね。彼のためだけに続きやってあげようかと思ったりしましたからね。思っただけですけどね。あと、視聴者の皆さんに、これだけは言っておきたいことがあるので、言っておきますね。別にそういうコメントをするなと言っているわけではなく、気に留めておいていただければということです。基本的に私がポケモンのシリーズをあげるときは、私の意思であげるつもりです。そこだけは伝えておきたいと思います。まあそんな感じで、今日言おうと思っていたことはおしまいですね。最近普通にリアルが忙しくて、まともに動画が撮れてないというのが、辛い感じです。本当は今日、レッツゴーイワークの録画でもしようかと思っていたのですが、残業して撮影するほどの時間がなかったんですよね。困った。あということとしては、8月の頭の方とかで、収益化でいくら稼げたかの、報告とかもしていければと思いますね。YouTube がどんな感じなのか、皆さんと共有していければと思います。ということで、全然ダメな順位でした。魔境みたいな部屋だったし、仕方ないですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。